それではよろしくお願いいたします。はい、まずですね、ジャム作りを始めたきっかけというのは、このさっきのモニターの中でも少し触れられてましたけれども、もともとどういうことで作り始めて、でそれがどういう形で実際商品作りというところまでつながっていたのかということを少し教えていただきたいなと思うんですけど、よろしくお願いします。作りはもともとうちの裏の牧草地とか、はい、あちこちに植えられてもともとあったもので、うん、で、こっちに越して1、2年ぐらいの時に通販でラズベリーの苗を2本買ったんです。通販で、通販で、あ、サンデーじゃなかった、サンデーじゃなかったで、通販で、最初の年は実がつかなかったんですけど、うん、翌年の春から脇芽がすごくたくさん出てきまして、うん、それをちょっとずつ増やしていったら、子供がその時多分3年生ぐらいだったと思うんですけど、5年生か6年生ぐらいになる頃には1日3キロ取れちゃったとか、最初は、ね、日本の苗だったんですけど、そうですね、どんどん増えて、で場所もありますから、昔の牧草地なのでラズベリーの列っていう感じになりますので、そうするとたくさん取れるので、アイスクリームに混ぜたり、炭酸で割ったり、いろんなことしたんですけど、なくならないんですよね。もうどんどん取れるんで、なんか加工して保存が効くようにしなきゃっていうことで、はい、ジャム作りそれが最初です。そうなんですね。で、ラズベリーを作ったら、結構ジャボジャボするんですね。液体というか水分が多くて。で、すずりが昔からあるなと思って、すずりのジャムは昔から好きだったんですよ。で、そんなに売ってないですし、すぐりもこう近所で集めて作ったりしてたんですけど、シーズンの終わり頃になるとすぐりも少し残ってて、ラズベリーも冷凍が少し残ってて、単体でジャムにするには少ないなっていうのを混ぜたのが最初ですね。それが今一番人気のチャーリーズミックス、チャーリーズミックスっていうなってますね。すぐりとラズベリーが、はい、そうですね、はい、これは単体より美味しいっていうことになって、家族用とか妹用とか、冷蔵庫にずっと1年分入っているような感じになったのが最初ですね。ちなみにすぐりについてはなんかこういう思い出があったとかっていうことってあります？思い出というか、親が牧草をトラックで運ぶっていう仕事をしてる間に、私は一人でずっと食べてるっていう記憶がありますけどね。すぐりを全然、すぐりを畑で結構ですね、すぐりをよく小さい頃に食べたっていう経験してる人は下北に多いような気がするんですけど、じゃあこの中ですぐり子供の頃よく食べてた人手挙げ。佐藤さんはい、ありがとうございます。そうで、すぐりあるあるじゃないですけども、カレンジってすぐりのこと言うんですよ、大畑で。カレンジって大湊とか田辺で多分すぐりですよ。なぜか大畑地区だけカレンジって言ってカレンジで、どっから来たのかいろいろ調べたんですけども、一応一つの説としてカラント、そうですね、カラント類っていう英語のベリーの別名、雪の下か、雪の下かのすぐりの、すぐりの別名がカラントって言うんです。だからそこからカラントからカレンジになったという説もある。